かつてヤクルトの黄金期に監督を務め、多くの日本人、外国人選手を見てきた野村克也。名選手らと共に日本シリーズでは仰木監督率いるイチローらオリックスと激闘を繰り広げました。日本人選手の中ではイチローの能力を高く評価し絶賛していた野村でしたが、そのイチローと同じくらい絶賛していた外国人助っ人がいます。一部ではイチロー以上の声もあったそうです。多くの外国人助っ人を見てきた野村克也が称賛した外国人助っ人とは一体誰だったのでしょうか。野村監督が見てきた外国人助っ人、成績を残す外国人助っ人を入団させることに定評のあるヤクルト。日本一に輝いた2021年はサンタナ、オスナといった新外国人が活躍しており、野村監督時代にも活躍した助っ人外国人は大勢いました。まずはジャック・ハウエル。1991年オフにヤクルトに入団したハウエルは、1992年前半戦は8本塁打と成績が振るわず退団が噂された選手でした。しかし後半戦に入ると61試合で30本塁打と2試合に1本のペースで本塁打を量産すると、打率3割3分1厘、38本塁打で首位打者、本塁打王の2冠王となり、シーズン MVP も受賞。ハウエルが後半戦飛躍した背景には伊勢打撃コーチの存在がありました。前半戦の内角球に詰まる様子を見た伊勢コーチが、バットを短くすることでその問題が解消するのではと考えてバットを交換させたところ、内角球をバットの芯で捉えられるようになったそうです。ちなみにハウエルはナイスガイでもあり、 MVP を受賞した際には MVP は古田君が取ると思っていた、この賞は彼にあげたいと謙虚なコメントを残していました。1993年にはヤクルトがチーム全体でサヨナラ勝利14回、サヨナラホームラン9本という日本記録を打ち立てた中、チームの約半分となるサヨナラホームラン5本をハウエルは放ち、連覇に大きく貢献しています。翌1994年にハウエルが退団すると、阪神からトーマス・オマリーが入団。オマリーは打率3割2厘、31本塁打、87打点でヤクルトの優勝に貢献すると、オリックスとの日本シリーズでは一番のハイライトが待っていました。小林・オマリーの14球と呼ばれたオリックス小林宏とオマリーの対戦は瞬間視聴率 55.9% を記録し、オマリーは打ち取られる結果となったのですが、江夏の21球以来となる日本シリーズでの名勝負として今も語り継がれています。オマリー退団後の1997年はドゥエイン・ホージーを獲得。ホージーは開幕前に荒いスイング、稚拙な走塁、弱点を露呈し、野村監督からただ明るいだけの選手、どういうことでああいう小粒の選手を連れてきたのかわからないんですけど、こちらの希望とは違ったものが出てきましてね、と酷評されていました。落合博満からもこんな史上最低の助っ人見たことないと酷評されましたが、持ち前の明るさと相手投手の球種や癖を書き込んだノートを常に持ち歩くなど、研究を怠らない姿勢から開幕すると結果を残します。シーズン終盤では中日山崎武、巨人松井秀喜と本塁打王争いを演じ、最終的に松井を抑え山崎と並んで本塁打王となり、野村監督からの信頼も勝ち取りました。同じチームや敵チームで多くの外国人選手を見てきた野村克也、その中でも特に絶賛した外国人助っ人がいました。イチローに埋もれていた外国人助っ人、野村が絶賛した外国人助っ人、それはアロンゾ・パウエル。パウエルは1年目の1992年に88試合に出場し、規定打席未到達ながら打率3割8厘を記録すると、翌1993年には規定打席に到達し、リーグ3位となる打率3割1分7厘を残しました。1994年は怪我で離脱がありながら打率3割2分4厘で初の首位打者を獲得。本人は首位打者獲得についてタイトルはラッキーだったと謙虚さを見せましたが、その実力は本物で、1995年は打率3割5分5厘、1996年は打率3割4分で3年連続の首位打者を獲得する活躍を見せました。故障がちな体質でしたが、1996年の3年連続首位打者獲得時にはフルシーズンを戦い抜き、最多安打のタイトルも獲得しています。首位打者となった3年間の OPS は9割を超え、長打力も合わせ持った選手でした。3年連続の首位打者獲得は日本プロ野球の外国人選手史上初めての快挙で、セ・リーグでは長嶋茂雄、王貞治以来3人目という偉業です。
平成で3年連続の首位打者を獲得したのはパウエルとイチローのみということから、パウエルの記録がいかに素晴らしいかわかるのではないでしょうか。当時監督として対戦していた野村は肘の使い方が素晴らしい、パウエルに関しては投げるところが見つからないと、パウエルの打撃技術を絶賛。広角に打ち分ける高打に舌を巻きます。巨人で活躍した江川卓は全方位に平均して打ち分ける能力はイチロー以上とも言える、左右の投手とも苦にしないと、あのイチローを超えた部分があったと評価しました。実はパウエルが3年連続で首位打者を獲得していた期間はイチローが首位打者を獲得し続けていた期間と重なります。そのため日本プロ野球史上初の200安打を達成し、阪神淡路大震災からの復興のシンボルとして活躍していたイチローと比べると、パウエルはマスコミの扱いが小さくなっていました。実績に対して目立たない存在となってしまったパウエルですが、実はイチローのことは強く意識しており、それはイチローも同じ。リーグの異なる天才打者2人はマスコミに隠れてある勝負をしていました。パウエル VS イチロー。パウエルとイチロー、2人の出会いは94年のオープン戦。オリックスの臨時コーチを務めていたブーマーがパウエルに、この選手はちょっと違うよ、まあ見てごらんと紹介したのがきっかけでした。その時はイチローのブレイク前ということもあり、深くは話をしなかったそうです。その後94年に2人がセパで首位打者を獲得すると、翌95年の春、シーズン前に再会した2人は互いを称え合い、今年もと首位打者獲得を誓い合いました。そして見事に2人は2年連続首位打者を獲得。お互いが3年連続首位打者を意識する中で迎えた96年シーズン前、2人は顔を合わせると高い打率を残した方が勝ち、負けた方が食事をおごるという打率の勝負を密かに約束したそうです。勝負はシーズン中盤までパウエルがリードしますが、終盤に大失速。最終的にイチローが3割5分6厘、パウエルが3割4分で互いに首位打者を獲得し、勝負はイチローの勝利で幕を閉じています。パウエルは引退後、一時期マリナーズの打撃コーチに就任し、イチローと再会。当時の話でイチローと盛り上がったそうで、イチローは僕は7年連続首位打者だからと冗談交じりに話して笑いを取っていたそうです。パウエルはイチローについて、ボールの芯を捉える能力の高さがすごい、信じられないほど目と体の連動能力が高かった、守備、打撃、走塁、さらに肩も良かった、世界一のプレイヤーだと評しており、いいライバル関係であったようです。ちなみにパウエルのおごりでの食事はマリナーズのコーチ時代ではまだ実現しておらず、パウエルは一緒のチームになったからそれを果たさなきゃならないねと語っていました。2022年現在、この約束は果たされたのでしょうか。そんなイチローと同格の争いをしていたパウエルですが、引退してからメジャーリーグだけでなく日本のプロ野球にも貢献してくれています。パウエルコーチ。パウエルは引退後、パドレス、ジャイアンツ、マリナーズといった球団で打撃コーチを務めました。古巣中日とのつながりは強く、2012年オフに主砲トニ・ブランコが退団した後にマット・クラークを推薦し、2013年の入団につなげています。そして2019年オフに中日の巡回打撃コーチとして中日のユニフォームに再び袖を通しました。この時期の中日は投手陣の整備が進んでいたものの、野手陣の成績が振るわず、投打が噛み合わずに試合を落とすことが頻繁にあり、パウエルは打撃力向上を求められて入閣となっています。パウエルはパドレスのアシスタント打撃コーチ時代に前年から30本以上も本塁打を増加させ、アストロズのコーチ時代も2年でメジャー最高の得点力を持つチームに生まれ変わらせた実績を作り上げていました。広い名古屋ドームで打てないチームになってしまっている中日には、かつての3年連続首位打者は適任だったわけです。パウエルは現役時代からビデオを見て相手投手を研究しており、コーチとなってもビデオ映像を活用して選手たちに指導していたそうです。2021年から一軍打撃コーチとなった後は、ダヤン・ビシエドを核に置き、チームの打撃力向上を図りました。パウエルはビシエドについて、彼はチームの中心打者だし、他球団のどのチームも恐れるバッターと全幅の信頼を置いています。そのビシエドは2021年シーズン9月24日に球団助っ人新記録の766安打を放ち、パウエルコーチの見守る前でパウエルコーチの球団記録を抜き去る活躍を見せました。残念ながらパウエルコーチは
打撃改革の道半ばの状態で2021年限りで中日を退団。しかしパウエルの研究熱心な姿勢は今後も選手たちに受け継がれ、恐竜打線復活につながるはずです。今は日本プロ野球の世界を離れたパウエルですが、いつかまた天才打者の雄姿を日本で見れる日が来ることを期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル全力スクイズは今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もお楽しみに。